こんにちは、ヒロです。本日の動画テーマはガーミンジャパン DKG マップ日本詳細地図の紹介ということでお届けしていきたいと思います。はい、僕みたいにねトライアスロンやマラソンをされる方はこういったガーミンのウォッチデバイス使っている方ね多いと思います。で、こういったウォッチでね日本の詳細地図マップを見られると便利だな、そんなことをねランニング中に思った方も多いんじゃないかなと思います。なのでね今日はそういったウォッチデバイスで使える地図こちらをね紹介していきます。で、今回の動画でわかることとしてはやはりタイトルの通りガーミンのジャパン DKG マップについて、それからそちらを活用してラウンドトリップルーティングやナビゲーション機能、そういったもので自分が実際に走った様子っていうのをお届けしていってみたいと思います。なので動画を最後まで楽しんでいってもらえると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。では今回の動画はこういった感じで外で撮影しながらねお届けしていきたいと思うんですが、動画の目次としてはこんな感じになります。1地図について、2ラウンドトリップルーティング、3ナビゲーション機能、こういった感じでねお届けをしていきたいと思います。では1番地図についてということで、ガーミンのジャパン DKG マップこちらについて紹介をしていくんですが、まずね地図のことを触れていく前にこちらのね今僕がつけているウォッチデバイス、こちらについて少しだけ紹介をしてみたいと思います。はい、こちらのモデルフェニックス7プロになりますね。最近発売されたばかりのガーミンのフラッグシップフェニックスシリーズの新型モデルです。今回の新製品の特徴としてはまず1つ目として心拍計の違い、こちら第5世代の光学式心拍計が採用されていて、グリーンライトのセンサー数が従来の4個から6個に増加しています。過酷な環境下の激しいスポーツでもより高精度な計測を実現してくれるんですね。そしてフラッシュライトの搭載というのもありますね。こちらはかなり面白い機能で、以前のね大型モデルのフェニックス 7X では搭載されていたんですけれど、今回フェニックス 7 Pro のサイズでも搭載がされるようになりました。こういった感じでねライトで照らすことができるので、暗がりの作業だったり登山などこういったライトがあるとね手元で照らせて重宝しますね。それからライトの点滅だったり赤色灯、赤い光で照らすこともできるんですね。なのでいろいろなシチュエーションで使い勝手が良さそうです。はい、そんな感じでバージョンアップを遂げたフェニックス7 Pro、 いろいろとね詳しいところはまた別のレビュー動画で紹介したいと思いますので楽しみに待っていてください。ではジャパン DKG マップ地図の方に話を戻していくんですが、今回紹介するのは日本詳細地形図。こちらはですね国土地理院承認のもと高精密な数値地図を元に作成したガーミン GPS に格納可能な地形図データということになります。最大の縮尺は2500分の1、そして10メートル間隔の等高線が入っています。それから地形図情報に加えて市街地でも十分に使える詳細道路情報も収録されています。さらに平面上の地図データとは別にデジタル標高データ、こちらを備えていて3次元的な地形陰影表示やルートの高低差っていうのをグラフで確認することが可能になります。で、ガーミンのモデルでは今僕がつけているフェニックス7 Pro、 こちらを含めて一部のモデルではすでに地図がインストールされているモデルもあります。なのでそういったタイプのモデルでは購入後すぐに地図を活用することができます。こういった感じの高精度な地図が手元のガーミンウォッチですぐに確認できる、そしてトレーニングにも活かせるっていうのはすごく便利ですね。では次にラウンドトリップルーティングということで、今僕がつけているこちらの時計の地図の機能ラウンドトリップルーティング機能を使ってランニングをしていきたいと思います。こちらの機能は今僕がいるこの地点から距離を設定して、でそこから行って戻ってくる、そういうラウンドトリップのルートをガーミンが自動的に作成してくれて、それをナビゲーションで案内してくれる、そんな機能ですね。はい、ラウンドトリップルーティングやり方としてはこういった感じでトレーニングメニューランを呼び出して、そして設定の方ですね、こちらでナビを選びます。
そうするとラウンドトリップコース、こちらですね、こちらを選んで距離を選ぶんですね。今回はじゃあ3キロにしておきましょう。そして進行方位、こちら北、東、南、西、そういったところから選べるんですけど、じゃあ北にしておきましょうか。そうするとルート探索中ということで自動的にねルートを探索してくれています。はい、今ねルート作成が完了しました。こちらがコース1 4.2キロ、そして上昇が10メートルってことですね。こちらがコース1、それからコース2、こちら 3.6 キロですね。こういったコースの候補も上がってきて、そしてコース3、全部でね3つコースを探索してくれるんですね。はい、今出来上がりましたね。こちらは 2.9 キロのコース、そうですね。じゃあ今回はこちらのコース3を選択してみましょう。そして開始ですね。そうするといつものトレーニングのようにランニングを開始することができます。こちらで開始をしていきましょう。よし、では走っていきましょう。はい、時計の表示としてはこんな感じで地図上にナビゲーションでねルートを表示してくれてますね。こちらに沿って走っていけばいいんですね。はい、曲がるべき場所が近づくとこちらデバイスがねバイブレーションやアラームで教えてくれるんですね。はい、ガーミンのマップを頼りに先ほどの海沿いの公園ですね、こちらに戻ってくることができました。いや、ラウンドトリップルーティングのランニングこんな感じでできるんですね。いや、気持ちよかったしナビでねしっかり案内してもらえるともうね安心感もあってすごく快適でしたね。では次にナビゲーション機能、こちらもですねこの時計の地図を使ってもう車のナビゲーションのようにある地点を選択してでそこまでのルートを示してそして案内してくれる、そんな機能ですね。はい、ナビゲーション機能の設定としてはこちら先ほどと同じようにトレーニングメニューでランそして設定の方でナビですね。でいろいろな地点検索の仕方がありまして例えば POI それからサイトナビ座標や地図上で選択、そういった選択の仕方があるんですけど今回は POI で、じゃあ今回は JR 横浜駅にしましょう。今いる地点から718メートルですね。そこまで遠くはないですが、こちらをね、目標地点にして、そして走っていきましょう。はい、地図のナビゲーションはこんな感じで出してくれてますね。こうね、矢印のルートに沿って行けば横浜駅に着くわけですね。よし、こちらに沿って走っていきます。で、いつものランニングの要領で走っていけばいいんですね。それではスタート。さあ、このナビを頼りにね横浜駅へ向かっていきましょう。こちらもね高精細な地図でナビゲーションしてくれるので心強いですね。はい、もうだいぶ近くまで来てますね。ナビのあたりはこの辺かな。はい、このあたりね横浜駅正面入り口ですね。いや、 JR の横浜駅到着しました。いや、よかったですね。こちらの時計を頼りにしながらねナビ機能使って安心してここまでねランニングしながら到着することができました。はい、ナビゲーションの機能も使ってみましたけどやっぱりねこの手元の時計でマップをね確認しながらで矢印でねルートも案内してで連れて行ってくれるのでもうねランニングしつつそして行きたい目的地にも行けるっていうねもう本当に一石二鳥な機能なのかなと思いました。うん、素晴らしいですね。使い勝手もよく非常にね快適なナビゲーションのランニングできました。はい、というわけで今回はこちらガーミンウォッチデバイスのジャパン DKG マップ、こちらを使って
ラウンドトリップルーティングやナビゲーション機能を紹介しました。興味がある方はぜひ皆さん使ってみてほしいと思いますし、こちらでねトレーニングやレジャーっていうのももっともっと楽しんでみてほしいと思います。で、今回紹介した商品とガーミンの公式ウェブサイトをですね、そちらは動画の下の概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらをぜひクリックしてチェックしてみてください。では今回の動画は以上になります。今回の動画参考になったと思ったら、ぜひいいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。